フルサイズは自分で撮るなっていうことなんでしょうね、きっと。ケイジです。とうとう高級カメラ売りました。もう値段の方なんですけども、まあ後々ちょっとまあ言うんですけども、その前にちょっと聞いてください。以前撮った時にカメラをもう売るというまあ動画を出したんですけども、もうその次の日に実はカメラ買ってしまいました。本当に悩んだのはまあとりあえず GH4 で、もう一つは 7D、 もうこのどっちかあったんです。ですごく悩んで GH4 は動画に確かに優れてるのは分かるんですね。でも今使ってるこの α5100、 これとね GH4 がよく似てるんですね。っていうのは やっぱりあの動画メインで撮るという、カメラもちょっと撮りたいかなということもやっぱりちらっとあったんですね。そのカメラも撮りたい、いやもう要はレンズですよ、レンズ。やっぱりキヤノンのねこの L レンズ、あれがやっぱり使いたいかなという、白レンズが使いたいかなという、ただそれだけにですね、もう 70D を買いました。買って数日後にいつも見てる動画の出してる方がいらっしゃってですね、ポッと上がったのがですね 80D が出るっていうことを、そこで初めて知ったんですね。買ってちょっとしてから 80D が出たっていうことで、もうめっちゃ驚きを隠せない状態です。もうこれもうタイミングでしゃあないんですよね。わー、で実はですねこれね5100で撮ってるんですけど、もう1台で撮ってる 70D、 これ 70D で撮ってるのはこれです。これが 70D で撮ってます。まあどんなもんですよ、すごい顔の印象はもうほんまにもうすごいですね。まあ音声はとにかくもうこの5100これで撮ってる音声になるんですけども、まあカクカクは言うのしゃあないです。今つけてるのは17から40ミリの L レンズです。 L レンズ USM もうあの赤鉢巻きのやつですね。もうやっぱり広角ですね。まあ自撮りでしようと思って広角のレンズを、まあ、前から持ってたんですけど、それをまあとりあえず売らずに持ってたっていう次第で、まあ、これにつけてます。まあ、こんな感じで撮ってます。買って分かりました。本当に素晴らしかったのはこの α5100、 これが素晴らしかった。何が素晴らしい、まあとりあえず画質的には、まあ、APS-C サイズなんで、まあそこそこまあ綺麗です、かなり綺麗です。フルサイズには及びませんけども、まあ、後ろあんまりボケませんけども、まあ感度もまあそんなに良くないのかな。でも十分です、十分すぎます。何がすごいかわかりますかね、何がすごいか。まあ YouTube を撮るにあたってですね、一番大事なのはカメラを持ち歩くということなんですね。持ち歩いてあちこちで撮らなあかん、撮らなあかんことはないんですけども、店に入ってわざわざこのレンズにこのカメラで入るのか、すごくなんかこう、あの人何撮ってるんってなんかこうよく思われやすいんですね。で身構えられやすい、まあ、GH4 もそうですわ。もうあのメカニック的なデザインで、やっぱりガーッと撮ってたら、もうすごくあの重たいですし、で、ちょっとやっぱり入りにくいところも多いですね。で、その点、この α5100。α5100 やったら、ちっちゃいでしょ、ほんまにちっちゃい。で、今つけてるレンズも、もうこれ 2.8 同士なんですけども、結構広角も撮れると。もう手軽に撮って、で、まあ手軽にもう直せると。ポケットの中で、なんやったらポケットの中にも入るっていうぐらいのコンパクト。で、音声もまあそこそこいい。で、自撮りもできる。もうこれしかないですね。この 7D を何回か外で持ち歩いて、で、まあ撮ったんですね。撮って分かったことなんですよ。これがね。やっぱり、小さい方が良かったっていうケニチの結果でした。本来ならね、フルサイズで、このバリアアングル、ぐってこう、バリアアングルっていうんですかね。あれがこう、こっち向いたらね、もうそれすぐ買うんですよ、これ。もう α7 が、この風にこう、くるっと、まあこの α5100 と同じように、α7 が、もうこういうふうにこう、こっち向いてくれたらね、すぐ買いますよ。フルサイズは自分で撮るなっていうことなんでしょうね、きっと。もうどこのメーカーでもないでしょ、フルサイズで。まあ、こっち向くの。もう、なんかこう、Wi-Fi 飛ばして、スマホでなんかこう、外部モニターで、まあ、そんな風にせな、まあ、あかんということですよね。要はね、自分で撮れっていうことはですね。残念でした。80D 欲しかったです。どうせなら 80D 欲しかったです。もう 70D 買った後なんですけども、
まあ、まあ、しゃあないですね。しゃあないです。まあ、とにかく、この後、まあ、発表します。いくらで売れたか発表します。発表して、もう何のレンズを買おうかなっていうことを今考えてて、まあ、とにかく、キャノンのボディはもうそのまま存続できたっていうことで、白レンズをまた次買いたい。買いたい。その白レンズは何を買うか。やっぱり70-200 2.8、あれが欲しいです。まあ、上代結構高いんですけども、やっぱ2が欲しいんですね、2。2が欲しいですけども、まあ、売ったお金で、まあ、買えんこともないんですけども、それよりかもう一つ欲しいレンズが、まあ、ありますかね。やっぱり、ポートレートに適したやつ。まあ、ポートレートに。だから、まあ、売ったお金で、で、日本買えたらなと思ってます。その日本買える範囲で考えていきたいと思います。まあ、次の動画は、まあ、どのレンズを買ったのかっていう、まあ、発表動画になると思うんですけども、よろしければ見てください。いつ、配信するかわからないんですけども、よろしくお願いします。で、このアルファ5100と、この 70D、これの取り比べ、せっかく2台あるんで、取り比べ、もう、今更っていうこともあるんですけども、取り比べもちょっとしていきたいと思ってるんですけども、でもやっぱりここで見る限りでは、ほぼ変わらない感じですね。まあ、ホワイトバランスが、まあ、ちょっと、設定してない。こっち、設定してないんで、やっぱりこっちの方がいいかな。こっち。いいよ！ケニチでした！あとは、発表します。これから発表しますんで、これを見て、終わりにしたいと思います。ケニチでした！ケニチでした！最後に高級カメラ、なんぼで売れたのでしょうか。まずレンズを見ていきましょう。キャノン EF28mm から 300mm、L レンズ。果たしてこのレンズは、136,000円。続きましてボディ、1D Mark III。果たしてこの 1D はいくらでしょうか。65,000円。このまま承認をすれば確定っていうことです。本当に思い入れがあるカメラとレンズなんですけども、もう 80D じゃなくて 70D を買ってしまった今になっては、もうとにかくもうもう売るしかないっていう状態です。ポチッ！お、確定しました。合わせまして、227,130ポイント。まあ、ポイントなんですけども、まあ本来お金としては、207,030円だったんですけども、ポイントにしたら上乗せにされるということで、まあどうせ買うんで、上乗せされるポイントで換金をお願いしました。まあでも227,130ポイントやったら、まあ72泊の、まあ、2.8、まあ、買えるんですけども、とにかくこの範囲で日本買おうというのを決めてますんで、まあ、その辺は、さあ、何を買うかっていうのを、ひょっとしたら買わないかもしれません。もうこの金額で、もうこの227,130ポイントあったら、まあ、80D 買えます。普通に買えます。だそっちに買ってもええかなと思ったりも、まあ、するんですけども、まあ、さあ、どうなるか。まあ、次回の動画は何を買うのかっていうのを、ご期待ください。ケニチでした。